ジュロン工業団地ジュロンはシンガポール西部にある地区である。1960年代に食住近接型の工業団地ニュータウンとして開発された。ジュロン港を中心にジュロンイースト及びジュロンウエストに分けられる。南の沖合には石油化学工業地区として造成されたジュロン島がある。地名はおそらくマレー語のジェルン、サメに由来する。マレー語のジャラング。 国がシンガポール本島とジュロン島の距離を表すのではという説もある。1852年から1853年にかけてジュロンロードが開かれたが、シンガポールが自治領となった1959年まで、この一帯は郊外の農村地帯であった。シンガポール政府が工業化を図る上で、ジュロンの土地が注目を集め、最も重要な開発地域とされた。 ジュロンの海は深く、港湾の建設に最適である上、土地のほとんどが国有であったためである。都市の中心部や既存の住宅地からも離れており、重工業の誘致に適する上、多くの丘が存在することから廃棄物の埋め立てにも適しているとみなされた。1961年、経済開発庁が設立され、ジュロンの工業化と土木事業に当たった。 1963年には日本の石川島リマ重工業が51%、シンガポール政府が49%出資した造船会社、ジュロンシップヤードが創業を開始。1965年にはジュロン港が開設された。1968年にはジュロンの開発のためにジュロンタウンコーポレーションが設立された。シンガポールの経済発展の結果、 本島では工業用地が不足するようになり、石油化学工業の誘致のためにジュローン沖合の7つの島を埋め立てる計画が浮上し、1990年代半ばから工事が行われ、ジュローン島となったマスラピットトランジットによって中心部及び各地と結ばれている。ありがとうございます。